こんにちは、鈴木和人です。セミナーに行く人のニーズって知ってます？大体、セラピストが 100人いたとしたら 10% ぐらいの人しか自己投資ってしないらしいですね。あとは会社のこう社内研修とかそういうのには行きますけど、基本的には自分で勉強しない人が 90% いるということですね。でやっぱりこう自己投資できる人って 10% なんですけど、行動する人って 1-2% ぐらいらしいですね。なのでこの行動するのっていかに負荷が重いかってことですね。知ってることは知ってるけど行動はできない。例えば施術方法にしても、一回聞いて、その場ではやりますけど、実際現場で試すってことはしないですね。試すっていうのはやっぱりエネルギーすごく使うんですけど、やっぱりこう 1-2% の人ですね、100人いたら1人か2人ぐらいしか行動に移す人がいないんですね。それは何かというとやっぱり失敗するのがすごく怖いんですね。この今までの教育の中でずっとこう失敗をして失敗は怒られる、教育をされてたので、でもテストの点だけでこう弾かれたりとか、チェックされるわけですね。これ白黒をつけられるわけですね。だからそれがちょっとこう洗脳されてしまって、失敗を恐れてしまう傾向にあります。もともと失敗なんていうのはもう成功のもとですので、失敗も成功もそんなのないんですね。そういうふうにこう捉えていただいて、すべてが経験になっていくというふうにこう判断していただければいいと思います。白黒つけるのもいいと思うんですけど、あんまり私としては白黒つけないで、こういう感じなんだなとか、成功しても、こんな感じかなみたいな、それでこう進めていくとそんなに辛くならないので、あんまりこう成功と失敗ですね、そういうふうにこう考えないで、いただいて、インプットしてアウトプットしていく、これだけの流れをこう作っていただくと、より行動がスムーズになってきて 1% の人になれますので、ぜひそういうのを試してみてください。ではまた。